追い分け団子本舗は東京都新宿区新宿三丁目にある和菓子店。団子が新宿名家として知られ、古くからの由来を持つ老舗である全国和菓子協会会員店。追い分け団子の由来は1455年に、 大田道館が江戸城を築城中、武蔵品川の館から武蔵野に高刈りに行った帰り道、高井戸で中秋の名月のもとで縁を張っていたところ、土着の名族から手つきの団子が献上され、道館は大いに喜び、その後も団子を所望したと言われる。後に高井戸塾が甲州街道の市役となり、団子屋は柳茶屋と合子茶屋として大いに繁盛した。 1698年、内藤新宿が天満の宿駅となり、柳茶屋も新宿追い分けに移転し、追い分け団子と呼ばれるようになった。株式会社を追い分け団子本舗として法人化している。本社所在地は新宿本店と同一。1945年設立。新宿区下落合一丁目にの11に営業部を置き、オンラインショップの運営を行っていたが、 2020年10月5日よりオンラインショップは休業している。新宿本店店頭の様子かつては東京都内に6店舗を有し、百貨店などに出店していた時期もあった。2020年時点では新宿本店と新宿駅西口地下のメトロ食堂街に出店していた新宿西口メトロ店の2店舗となっていたが、メトロ食堂街の閉鎖により、 新宿西口メトロ店が閉店2020年10月現在は新宿本店のみ営業している。商品が売り切れた場合は営業時間内でも閉店時間を繰り上げて閉店する場合がある。2019年10月1日現在のお品書きより、季節により商品は変更される。商品の消費期限は製造当日限りとなっている。かつては 店舗の近くに、京王電気軌道の初代新宿駅であった、新宿追い分け駅が所在した。現在も、新宿追い分け停留所があり、新宿区のコミュニティバス、新宿ウィーバスや、都営バスが停車する。ありがとうございます。